はい、どうも、始まりました、野良でございます。レトン教授と不思議な街、続きやっていきましょう。続きからはい、続きですね。はい、これまでのあらすじです。まあ一緒に振り返っていきましょうかね。ラインフォード邸へたどり着き、サルメ夫人に会ったレイトンたち。あー、なんかこの間と一緒だね。まあ話があんまり進んでないからかな。うん、で猫を探すことになって、あ、そう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 、猫を見つけて屋敷に無事持って帰ったんだけど、新しい事件が屋敷の中で起きてるって感じですね。まあ一緒にいたロイさんっていう人、まあ遺産相続人の一人ですね、がなんかやられてたってやつですね。はい、まあ話を聞いていきましょうということで、ちょっとこの人から聞いていきましょうかね。ボブ、この屋敷で人殺しなんて確かになんだか恐ろしいよ。先生、あんた探偵だろ。ちっちゃいウがついてる語尾に、犯人を見つけてくれよ。私は探偵ではありません。あ、そうなんだよね、まあ、レイトンって探偵なイメージだけどね、実は本職は教授っていうね、考古学者だっけ、うん、本職あるんですよ。なんか趣味で謎解き、まあ探偵をやってるって感じですね。私は探偵ではありません。でもロイさんを殺した者が捕まらないと危険ですね。まあ確かにそうだろう。語尾が面白いな。ちっちゃいウがあるだけでなんかスギちゃんっぽくなるね。だろう、なんとかだぜみたいな。ロイのやつは嫌味ではあったが、人に恨まれるようなやつじゃなかったぜってか。ちょっと邪魔ですね。はい、兄の遺産を狙うならわしだって狙われるよ。ラインフォードの弟なんだこの人。なるほどね、確かにそうですね。遺産を狙っての犯行だとすれば犯人は絞られてきます。あ、まさかわしを疑って。わしはロイとうまくやってたんだよ。急に焦り出した。兄とは関係が良くなかったけどよ、家族の関係といえば思い出すのがこの謎だよ。なるほど、しらばっくれるために謎を出してるって感じですか。まあまあさっさと解いて、まあ突き詰めていきましょうかね。謎27、隣の席ですね。40ピカラットですね。いきなり結構高めですね。はい、問題ですね。上から順に一郎、二郎、三郎、四郎、五郎、六郎。途中からまあなんだろう、一郎二郎はまあいそうだけど、なんか途中から名付けのめんどくさくなった感じかな。いいか、一郎二郎って来てるし、サブローでいいか。サブローだし、シローで行こうみたいな。まあ、わかりやすくていいですね。彼らはすぐ上やすぐ下の兄弟とはとても仲が悪く、決して隣に座らない。ああ、そうなんだ。また、サブローとゴローは喧嘩中で隣には座れない。すでに一郎が席に着いた丸いテーブルで食事をするために、他の兄弟の席を決めてほしいと。ああ、席ね。隣は嫌なんだ。すぐ上やすぐ下の兄弟とはとても仲が悪く、あ、そうなんだ。じゃあ二郎は一郎と三郎と仲が悪いってことか。ああ、なるほどね。まあ、とりあえずこいつはここしかないみたいなとこから攻めていくのがいいのかな。あとこの感じだと三郎と五郎の位置を決めたらいいのかな。なんか条件がさらにもう一個あるのはこの二人っていうかね。うん。で、六郎が一番最後か。ああ、三郎と五郎は喧嘩中ね。まあ、謎解いていきましょう。まあ、いろいろ試してみるか。まあ、一発でパーっといけたら良さそうですね。かっこいいですね。いや楽しいね、こういう系楽しいね。で、二郎は下半分って感じだね、しか座れなくて、サブローところは喧嘩中で隣には座れない。まあ一郎と六郎はなんだ、許容が広いですね。一郎は二郎以外だったら誰でもいいわけだもんね。で、六郎は五郎以外だったら誰でもいいわけだもんね。だから一郎と六郎をうまく配置するのも大事そうですね。一郎の隣に六郎だともったいないよね。もったいないね。許容があるから六郎と一郎を向かい合わせにしてみる。で、五郎と三郎は隣にはできないってことだから、こうはできないってことだもんね。五郎がこっちに来るのであれば、まあ、こっちのどっちかに三郎が来るわけだ。ていうかもうこれで解けてんじゃね。で、二郎はこっちかこっちでしょ。でも二郎とあれか、三郎が隣になっちゃうからダメなのか。面白いね。じゃあ六郎と二郎を入れ替えればいけるかな。あ、これでいいんじゃね？これっぽいね。すぐ上やすぐ下が、あ、4と5かあれか。あー、なるほど。つまりじゃあ4とあれか、2を入れ替えればこれでいける？これでいけてるよね。で、五郎と三郎を離してて、二郎の隣は4と5 OK だろ。よー、四郎の隣は2と6 OK でしょ。で、六郎の隣3と4。あ、これですね、これですね、これですね。はい、これでいきましょう。先生、これでどうですか？はい、ですね、にっこりしてますね。はい、正解です。いや、割とスッキリ解けたね。いいですね。1問目順調だといいね。はい、正解ですね。図のように座ればよいと。左右反転の形でも成り立つ。これで穏やかな食事になりそうだ。
まあそもそもあれだよね、なんか仲が悪いけど一緒に食事は取るんだね。まあ同じタイミングで料理が出てくるからかな。まあでも本当に仲が悪かったらあれだよね。まあ仲が悪いと言ってもあれか、そこまでバチバチなのは、まあ、今絶賛喧嘩中のサブロード五郎ぐらいで、はなんか嫌だなこいつ程度なのかな。まあまあとりあえず行きましょう次。はい、ああ、そうやるのか、参考になった、よかったですね。これで謎は解けたけど先生、わしを疑ってないで犯人を見つけてくれよ。いや、あなたも容疑者なんですよ。そうですね、私も疑われているようだし調べてみましょう。そうなんだよね、レイトン教授も疑われてるんですよね。お、謎のパーツゲットしましたね。まあある程度溜まったら一回あの謎のパーツのねパズルとかもあるんですけどね。はい、それやっていきましょうかね。はい、謎辞典追加ですね。はい、次はこの羊さんですね、マシューさんですね。はい、羊さん、事件の前後に怪しい人影を見たりしませんでしたか。はあ、申し訳ありません、ちょっと落ち込みやすい人なのかな。私もチェルミー警部がおいでになってからロイ様のことを知ったものでした。あ、そうなんだ、まあ一緒にあれだもんね、猫探してたんだもんね。ロイさんの遺体はどこに。チェルミー警部が運び出したそうで見ていないのでございます。あ、そうなんだ、そうですか、では何も手がかりはないということですね。死体は調べられないって感じか。そういえばロイ様が倒れていた部屋でこんなものを拾ったのですが。ああ、大事そうですね。なんだろう、歯車。おお、これはわかりません、ただ何かの手がかりになればと思い取っておいたのでございます。うっかりすると見過ごしそうな小さな歯車だな。なんか仕掛けで使うのかな。綺麗な刻印がある。あ、確かに味があるね、木の歯車とかね。はい、深まる謎に落ちていた歯車が追加ですね。歯車でございますか。歯車といえば似た形で思い出す謎がございます。あー、そうなんだよね、こうやって人に話しかけると、まあ基本的に謎解き問題を出題される感じですね。もう話が進まないですね。まあまあまあ、謎解きがね醍醐味なんでね、このゲームはね。はい、行きましょう。こんな時に、まあ確かに確かに確かに、さっさと殺人事件解決した方がいいよね。はい、で謎28ですね、印はどこ。30カラット、さっきよりは簡単って感じか。はい、問題ですね。頂点の尖った八角形のボール、あ、これ八角形というんだ、八角形のボール紙の盤を A のサズのように、な位置に赤丸が来るように持ち、あー、なるほど、ふっと息を吹きかけて裏を返すと A の渦のような位置に黒丸が来ると。あー、赤丸と黒丸の位置関係はこれってことね。はい、この盤を B のサズのように持ち替えて同様に裏を返すと黒丸はどの位置に来るか、正解の位置の白丸を囲んで答えよう。もう同じ位置関係だからってことか。あー、これ簡単じゃね。これ簡単だよね。逆時計回りに2個右2個左かのとこに黒丸があるんだもんね。ってことはここかなこれ丸かけてないけど大丈夫、ちょっと待ってね。まあ判定がシビアだったりするからね。これだよね、これしかないよね。これでどうかな。あ、違うんだ、へえ。残念だ。裏表の関係をよく観察しよう。ん、何、そんな単純じゃない。回す起点が違うからってことか。持ち替えて裏を返すと、あれ、とりあえず A を上下逆さにすると、あ、そうかそうかそうか、まあ、A をまあ上下反転ってか逆さにすると位置関係ね。あ、そうかそうか、ここの位置に来るわけだ。うん、メモにしようかな。赤丸がここだとするとすごいぐちゃぐちゃ、ここが黒い点に来るわけだ。でもそうすると、ん、1個こっちにずらすとそのままこっちも1個じゃないの。あ、違うか、持ち替えて、はい、A、ここの時ここにいいんだよね、黒がね。でそのままこっちに行くと、あー、ここにいいのか、だよね、ここにいいんだよね。で裏返すと、あー、そういうことか、あー、なるほど、こう、あー、そっかそっか、ここの起点が違うからか。あー、なるほどね、はいはい。とりあえず普通に黒髪、黒髪じゃない、普通に黒丸の位置を決めてからその回転、あー、なるほど、ここか、じゃあ、なるほどね、めっちゃ引っかかったね、ここですね。これでどうかな、これでどうかな、何やりしてますね。はい、これですね、よっしゃー。あ、そうかそうかそうか、解く順番というかね、黒髪の位置、黒髪じゃない、黒点の位置を決めてから回転ですね。同時にやっちゃったからなんか、うん、うまくいかなかった感じですね。なるほどね、いや面白いね、いい問題ですね。なんかレイトンってあれだね、ちょうどいい塩梅で引っかかるというかね、まあ俺がちょっと引っかかりやすい感じもするけど、うん、なんかうまい具合に、ああなるほどこっちかみたいなね。 いいですね、面白いねレイトンね、いいな。何のお役に立てず申し訳ありません。いやそんなことないよ、いえ、この歯車だけで十分ですよ。なんか重要そうだもんねこの歯車ね。
しかしなぜこれを私に？私は先生を信じております。おーいいね、先生ならば全ての謎を解いてくださると。今日初対面のはずなんだけどな。ありがとう。いいね、謎のパーツまた手に入れましたね。はい、で謎が追加ですね。あ、警部が増えてる。まあ警部部に話を聞きましょう。なんかすごい位置に肩あるね。てか首がない、首が埋まってる。なんだ、どういう構造だこの人。屋敷の中にいるのはこれで全員か。ラモンが見当たらないようですが。ラモンって誰だっけ。ラモン、ラモンは何をしてるの。マシュ、今すぐラモンを呼んできなさい。あれかな、橋を渡るときに船の前にいたメガネの人かな。それがここ数時間ほど私も姿を見ておりませんで。あー、ちょっと怪しいですね。なんだと、まさかあの男まで。いや待てよ、やつも容疑者の一人だ。逃げたか。こんな時にどこに行ったというの。まさかラモンも、まあ、やられたか犯人か、まあ、重要な手がかりを持ってる。なんかなんだろうね。とりあえずラモンを探す感じかな。ちょっとサーレとか触っていきましょうかね。で肖像画、ここは何もないですね。あー、ちょっとまた話しかけちゃった。で早く探してくれよでしょ。でソファーの下とか何もないよね。で羊はまあ同じことしか言わないよね。あれ、サロメ夫人がいませんね。あ、なんか話が進みそうですね。サロメ様でしたら奥のお部屋で休まれるそうでございます。貴重な方ではございますが、こんな恐ろしい事件とあってはお疲れになったのでございましょう。お話ししたいことがあるのですが、取り次いでいただけますか。まあね、勝手に言ったらね、どういうつもりって言われたりするもんね。承知しました、お待ちください。結構礼儀正しいですね。気が強いようでもやっぱり怖いものは怖いんですね。確かに殺人犯がうろうろしてたらそれ怖いよな。ルーク、女性を気遣うことができないようではダメだよ。なんか紳士ですね。超踊れてる。そうでした、ごめんなさい。サラメ様が部屋でお待ちでございます。左の部屋にお進みください。おお、これで、はい、なるほどね。次の目的ですね。あ、執事がいなくなったね。なんか増えてるかな。同じことしか言わないですね。左の扉ってこれ、まあ移動で行くのかな。ああ、みたいですね。はい、でサロメ夫人の部屋ですね。おお、なんか簡素だね。あんまり物が置いてないというかね。花瓶に対してテーブルちっちゃくね。ちょっとした地震ですぐ落ちそうですね。怖いですね。美しい花瓶だね。おー、本があって、いやシンプルだね。綺麗なカーテンですね。オーダーメイドで買ったのかな。ここからだと屋敷の庭が見渡せるね。うん、まあとりあえず夫人に話しかけましょう。サロメ夫人、この事件はもしかしたら黄金の果実に関わっているかもしれません。なんですって。まだ確かなことは言えませんが、その可能性は高いと思います。まあこのタイミングでそういうのが起きたら、まあ遺産相続関係っぽいよね。ではラモンもそれに巻き込まれたというのですか。そうかもしれません。しかしまだはっきりしたことは。レイトン先生、お願いがあります。ラモンを探し出して連れ戻してほしいのです。あー、次の目的かな。疑いかけられたままでは私気分がよくありませんもの。何としても無実を証明しなくては。まあそうだよね、わかりました。町で聞き込んでみましょう。ありがとうございます、レイトン先生。キロまで良い報告をお待ちしておりますわ。まずそれを解決しないと本題に行かない感じですね。はい、次の目的ですね。消えたラモンの手がかりを見つけろ。そうですね、橋のとこ、まあ、船の橋渡し問題の時にいた人ですね。あれ、メガネかけてなかったっけ。こんな顔でしたっけ。あ、こんな顔でね、唇なんか不健康そうだねみたいな言ってた気がするね。はい、突然姿を消した使用人ラモンの手がかりを見つけ出そう。何かまずいもの見ちゃったのかな。はい、ラモンを探すですね。ここはあとないよね。はい、まあ、とりあえず部屋を出て、おや、なんだ。おお、なんか見つけちゃいましたね。あー、なんか踊れてますね、おばあちゃんが。この写真は、あれ、このおばあちゃん町にいなかったっけ。先生どうかしましたか。あれ、この写真、サロメ夫人の写真ですね。赤ちゃんを抱いていますよ。あー、娘さんかな。ラインフォード氏の娘さんだろうね。アルマさんですね、かわいいな。確かにめっちゃなんかおとなしく寝てますね。それにしてもこの写真いつのものなんでしょう。なんだかサロメ夫人が全然変わってないみたいですけど。確かにね、見た目はあんま変わってないね。ルーク、美しい女性というものは年を取らないものなんだよ。あー、なんだろうね、まあそうだよね。なんか芸能人のなんか女優さんとかも全然見た目変わんないというかね。まあ努力はしてるんだろうけどね。なんか美人っていう補正がかかってるのかな。あー、でもいるよね、なんか一般の人でも、え、この見た目で50歳ですかみたいな。ちょっと失礼なんですけどね、すごい若々しい見た目の人、なんか女優さんみたいな年の取り方だねって、まあ思ったりするよね。はあ、そういうものなんですか。なんか興味なさそうだな。でも気になります、サロメ夫人に聞いてみましょう。気になります、写真について。まあまあ話しかけてみようって出てるから話しかけてみましょうかね。サロメ夫人、失礼ながら写真を拝見させていただきましたよ。アロマさんとあなたの幸せそうな、
あ、そういえばアランはって娘一回も見てないね。どうなったんだろうね。何の話ですか。あなたが赤ちゃんを抱いた写真が奥の部屋に飾ってありましたが、聞いていいやつかなこれ。何を言ってらっしゃるの。私は子供を産んだことなんてありませんのよ。そうなの。肖像画もちゃんとあるけどね、入り口にね。ん、失礼しました、私たちの勘違いだったようです。あ、え、じゃあアロマ、え、いやでもアロマちゃんって名前もあるもんね。それよりもレイトン先生、時間がないのです。早くラモンを探してきてくださいな。なんかいないことになってる。サルメ夫人じゃないとしたらあれは一体誰だったんでしょう。あー、そっか、そういうことか。再婚相手がサルメ夫人で、その一個前の奥さん。あー、なるほど。で、離婚して子供を連れて出て行ったとかなのか。うん、でも離婚したなら、あの肖像画を、ホール入り口のとこになんかでっかい肖像画でこのアルマちゃんのあったよね。うん、なんだろうね。サロメ夫人がしらばっくれてる。うん、なんだ、ちょっとわかんないですね。いや面白いですね。執事さんに話を聞いてみよう。詳しいことが聞けるかもしれない。あー、同じ写真に写ってたもんね。で、刑事はなんかあんのかな。ところでレイト君、君は謎なるほど。いや、あなたも謎を出す感じ。この感じだとね。いや、ずっと出したくてうずうずしてた、人として。ところでレイトン君、君は謎を解くのが得意なようだな。わしがロンドンにいた頃、こんな謎が流行っていた。あ、ロンドンに行ったことあるんだ。へえ、結構国際的。え、おお、君に解けるかな。え、結構優秀な警部なのかな。謎29ですね。5人の容疑者、20カラット。おお、比較的簡単なのかな。あー、嘘つき問題ですね。天使と悪魔問題みたいな感じかな。はい、問題いきましょう。5人の容疑者の証言である。 A、 5人のうち1人が嘘をついている。B、 5人のうち2人が嘘をついている。あ、だんだん増えてったんだね。へえ。 C、 5人のうち3人が嘘をついている。 D、 5人のうち4人が嘘をついている。 E、 5人全員が嘘をついている。本当のことを言っている人間だけは釈放したい。何人が釈放されるだろうか。なるほどね。とりあえず全員が嘘をついているだと、まあ、5人全員が嘘をついているだと自分も嘘をついていることになってて、嘘の嘘が本当になって、まあ矛盾するか。まあこれはないから、全員が嘘をついてるだと自分も嘘をついてるっていうことを言わなきゃいけないんだけど、まあ、言えないから E はまあ嘘つきですね。メモしておこうかな。いや、こういう時のためのメモ。 E はとりあえず釈放できなくて、5人のうち4人が嘘をついている、まあ、これが正解だとすると、まあ大きい人数から言ってくるか。4人が嘘をついていると、まあ E は嘘つきで確定でしょ。ABC も嘘をついてるってことだもんね。自分以外が嘘をついてるってことだもんね。4人だとね。3人嘘ついてない、2人が嘘ついてない、1人が嘘ついてない。3人が、3人だけが、だけががついてたら、3人以上でも3人が嘘をついているは正直になるのか。B が嘘をついている、まあ、B が嘘をついてると、まあ、さっきと一緒か、まあ、2人が正直なわけだ、うん、ってことになって、 C と A が、うん、正直になるわけか。で、A の発言が、まあ、A と C が正直になって、どうすると、で、E と D と B、どうするつき？いや、いいのかな？どうすると、C の発言が本当になるでしょ？で、5人のうち1人。やばー、混乱してる。D が嘘つきだと、4人が正直なことを言っている。あー、そっか。D が嘘つきだと、4人が嘘、?4 人が正直なことを言っている。4人が、あー、そっか、逆か。D が嘘つきだとすると、2ヶ月か。とりあえず D が嘘つきだとすると、4人が正直なことになってて、まあ E は嘘つきだよね。4人が ABCD が正直になってて、正直、あーで待てよ、AB、D が嘘つきだとすると、4人が正直になって、まあつまり ABC が正直なんだよね。とすると C と C の証言とぶつかんだよね。そうだよね。3人が嘘をついているがありえなくなるから、 D は正直なこと言ってんのか。あーってことになるよね。え、うん、やば、沼にはまってんね。やば20ピカラットでしょ。難しく考えすぎか。すごいぐちゃぐちゃ。普通はこれタッチペン使うんだろうね。 E が正直だとすると、 A も B も C も D も E も嘘ついてて全正直。本当のこと言ってる人は一人もいない？ 5 人のうち1人が嘘ついている。5人のうち1人は正直なこと言っているってことになって、あれ？ E が嘘つきだとすると、あ、違うか。1人でも正直者がいたら E は成り立たないから、 E は嘘をつくしかなくて、5人全員は嘘ついてなくて、そのうちの誰かは嘘ついてるって感じだよね。
うん、まあ、E は確実だよね。 E は確実で、ん、 D が嘘つきだと4人が正直なことを言ってなきゃいけなくて、うん、だから D はまあ正直か。え、考えすぎかな。うん、 E が正直だとすると正直者が0人になるわけだ。でも言ってることと矛盾するから E は正直がありえないで、 D が、うん、正しいとすると正直者1人だよね。 C の場合は2人、 B の場合は3人、 A の場合4人が正直なことを言ってなきゃいけなくて、で D の場合5人のうち4人が嘘ついている、1人だけ正直で、まあ、A が正直だとすると、まあ、BCD も正直になって、あ、そうかそうかそうか、 A が正直だとすると、まあ、E は嘘ついてて、まあ、他 BCD が正直なことを言ってなきゃいけなくて、でも4人嘘はついてないから A も嘘つきですね。はい。で B が正直だとすると A と E が嘘つきだからC と D が正直なことを言ってなきゃいけなくて、ああそうか、こういう風に解いておけばいいのか。で C と D が正直者になって、で3人が嘘をついているわけではなくて、そう、 B と C と D が正直になるから、まあ、足んなくなるよね。では B も違うだよな、まあ、B も正直ではないと。で C が正直だとすると5人のうち3人が嘘をついてる、で ABE が嘘をついてることになるよね。で合ってるね。で D が正しくなるわけだ。で D が正しくなって、 D が正しくなるけども C と D が正直という設定だから C もないな。あー、なるほどね。で D だけが いけんのかな。そしたら D、うん、そうだよね。そしたら5人のうち4人が嘘ついてる、で4人 ABCE が嘘ついてて当てるでしょ。で E の5人全員が嘘ついてるが嘘だから、まあ、1人は正直なことを言ってなきゃいけないから、そうだよね。じゃあ1人か。めっちゃ考えた。やば。1ですね。で、これ違ったらどうしよう。でも E の発言があるから1人はいるはずなんだよね。あー、やったー。解けたよ。やべー、超時間かかった。正解。全員が同じことについて違う内容を言っているんだから、本当のことを言っている容疑者がいるとしても1人である。それが成り立つのは D だ。あー、そういうことね。まあそういうことだよね。いやー、時間かかったね。でもな、まあ解説、まあ解けると、あ、まあそんなもんかって感じですね。ふん、この程度の謎ならお手の物というわけか。うわー、試されてる。その調子で黄金の果実やらも見つけ出してみるがいい。なんかすごい上から言ってきますね。謎のパーツを手に入れた。いや、まあ黄金の果実よりまずあなた本職あるでしょ。殺人事件解かないとね。あ、そうか、殺人事件はうちらの領分だから、その、そう、警察の仕事と関係ない仕事やってればっていう嫌味で言ったのかな。はい。で次は肖像画でしょ。まあここら辺はもうなさそうですね。夫人はもう探してこいって感じだもんね。まあはい、次の目的行きましょう。あ、なんかいつもの位置にいますね、執事さんがね。そういえば執事さん、お尋ねしたいことがあるのです。あ、さっきのあれだね、アロマちゃんの件ですね。はい、何でございましょう。サロメ夫人の部屋に飾られていたサロメ夫人が子供を抱いている写真について聞きたいのです。まあ、バッチリ写ってたもんね。あの写真でございますか。あれはサロメ様ではありません。あ、そうなんだ。昔の奥様の写真でございます。あ、じゃあ似たような人と再婚したって感じなのかな。しかし見間違えてしまったのも無理はありません。何しろお二人は姿や話し方、仕草まで全てがそっくりだったのですから。双子ってこと。ではあの写真は前ラインフォード夫人の写真だったんですね。あんなにそっくりな人がいるなんてすごい偶然ですね。確かに、なんかありそうだね。もしかして二人は血縁関係にあったのではないですか。いいえ、そのような話は聞いたこともございません。あー、なんか自分とそっくりな人、まあ、見た目とか話し方とか声とかそっくりな人、なんか世界探したら3人はいるっていうよね。うん、そのうちの1人かな。サロメ様はある日突然旦那さんが連れていらっしゃったのです。なんか怪しいね。ですから私にも詳しいことはわからないのです。もしかして記憶喪失とかなのか。うん、なんでしょうね。そうですか、ありがとうございました執事さん。なんだか聞けば聞くほど不思議な話ですね。もしかしてこの遺産相続の今回の、あ、黄金の果実ともなんか関係あるのかな。はい、深まる謎を追加ですね。いや、いいですね、謎増えてくのいいね。地下はいけない感じだね。なんかありそうみたいな言ってたけどね。あ、もうなんか反応しないようになってる。何の本が置いてあるのだろうか。アロマラインフォードの肖像。うん、なるほどね。でこっちがラインフォードか、ラインフォード氏の肖像。なんかだいぶ年が、まあでも書いた時期が違うのか。ここでできることはあとなさそうですね。はい、まあ外行きましょう。
まあ、あのラモンを探してくるって感じですね。あれ、あんだけ頑張って探したクローディアちゃんが外に出てるぞ。まあ猫は自由だからね。まあちゃんと家に帰ってくればね。なんか加えてますね。あ、このメガネってあれじゃん、やられたロイさんのメガネじゃないっけ。うーにゃーお、いや悪い子だね、また悪さしたんかってヒカキンさんですね。はい、これはもっちゃん可愛いよね。これロイさんのメガネですよ。でもどうしてこんなところに。事件の手がかりになるかもしれない。一度チェルミー警備のところへ戻ろう。どうしたねレイトン君。チェルミー警部、これを見てください。てか大事な証拠だよね。これちゃんと保管してなかったのか警察。ん、死体発見して警察が来る頃にはなくなってたのかな。まあでも警察が来てる段階で猫を連れてきたもんね。誰が持ち出してたんだろうね。警察は何やってたんだろうね。これはロイさんのメガネです。屋敷の庭で見つかりました。びっくりしてる。大方死体を町の外に運び出す時にでも落ちたんだろう。あー、ちょっとずさんですね。拾い物を私に届ける暇があるならラインフォードにサンドヤラを探しに行くことだ。なるほど、あくまで殺人事件は関与しないでくれって感じかな。まだ仕事の邪魔をするようなら私にも考えがあるが。怖っ。いえ、失礼しました。いやー、届けたやったのにね。なんだろうね、すごい態度だね。あのチェルミーって人は苦手ですめっちゃムッとしてる。タバコの匂いがすごいし。あー、そうなんだ。なんだか偉そうだし、だいたい先生をバカにしすぎですよ。まあまあルーク、とりあえず町へ聞き込みに行こう。まあね、いちいち相手にしてたらね、ムカつくやつだね。まあ、基本スルーが一番いいよね。はい、で、もう嫌なやつの、自分の嫌なやつのせいでなんか神経使うの嫌じゃんね。あ、言ってればって感じ。うん。まあたまになんかほっとけない場合もあるけどね。まあそういう時は戦おうかなっていう感じだね。はい、広いけれど味気ない庭に見えますね。なんでだろう。うん。まあスルーが一番ですね。はい、次行きましょう。あ、なんか町で見かけた夫人ですね。なんだろう、また謎解き。なんだよ、慌てた顔して。ビクトリアだって。いやー、上品ないい名前ですね。ラモンさんの姿を見ませんでしたか。さっきまでここにいたはずなのですが。さあ、見てないね。あの人よくサボってるからさ。あ、そうなんだ。それよりもあんた謎解きが得意だったね。あー、また謎解きですね。私が詰まってる謎でも解いてくれないかい。え、今はそれどころじゃないんですが。まあ確かにね、まあ、猫探しと違って殺人事件だからねこれね。まあまあまあ、謎解きなんでやっていきましょう。謎3029どこにあったんだろう。一筆で書けるかな。あー、一筆書き問題か。あー、結構楽しいよね、一筆書き問題ね。結構やっちゃうわ。はい、問題ですね。一筆書きはご存知だろう。まあね、ある一点から書き始めて最後までペン先を紙から離さずに図形を書くものだ。この時同じ線を二度通ってはならない。あー、そうなんだ。交差してもよい。あ、交差は大丈夫なんだね。さて、一筆書きのサンプルとして選んだ4つの絵のうち一つだけは偽物らしいという。それはどれだろうか。まあ一筆で書けないやつってことでね。なんか法則あるんだよね、一筆書きできる図形ね。点が、交差する点が奇数だか偶数、偶数個ないとできないんだっけ。なんか確かそんな感じだった気が。で、1,2,3,4,5,6、 最初の20丸はまあ一筆書きできそうですね。え、できるかな。あ、メモがある、これ言っとけばいいよね。まあ実際にやってみればいいよね。こうやって終わった。ちょっとなし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 。ね、え、待って、ん、最初のこれできるよね。ん、こう来て、あれ、いけないね。あ、違うわ。と最初、ん、最初がこうでぐちゃぐちゃ。タッチペン欲しいな、やばいな。だんだんっていけばいいんだよね。で、こう来て、あー、これはいけますねすごいぐちゃぐちゃ。これはいけると。やっぱあれかな、交差する点が偶数個だといける感じかな。そう、なんか法則あるんだよね。で、いや楽しいね。あ、これだといけねえな、下手くそかっていいね。うーん、1,2,3,4,8,9個、これがちょっと怪しいね。他あったら多分偶数個だよね。1,2,3,4,5,6 6個だよね。交差する点が6個で、こっちが1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 だよね。 こいつらは偶数なんでね。こいつらだけ点が空奇数。多分これだけ書けないよね。車は書けるよね。車は書けそうですね。あ、車かけないか。あ、違うな、こっからスタートしてこう曲がっていけば解けるな。うん、車は大丈夫でしょ。で、これも解けるよねきっとね。ぐっちゃぐちゃぐっちゃぐちゃで、こうでしょ、で、こうでしょ。あれ、解けてる。これ、これはいけてるっぽいね。これっぽいね、これっぽいね。まあ、これだな、これでいきましょう。はい、全ての謎は必ず解ける。アニアリステル、これですね。はい、当然正解。英国紳士としてはね。いやー、英国紳士ですからね。英国紳士なんだレイトン教授って。はい、正解ですね。実はある図形が一筆で書けるかどうかは簡単に調べる方法がある。
その方法は次の一筆での謎を解いた時に教えよう。もう一個どっかにあるんだね、謎解きの問題がね。へえ。はい、正解ですね。大家やるじゃないか。実は私には解けなかったのさ。あ、そうなんだ。いやでも繰り返しやってれば解けますぞ。ねえ、そっちの坊や、あんた今夜あたりに怖い目に遭う層が顔に出てるよ。あ、ビクトリア、そんなことでもできんだ。気をつけな。そうね、怖いね、そんなこと言われたら。嫌なことを言うな、確かに。でも僕は怖いことなんて平気ですよ。まあ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 、危ない前兆があるからね。うん、まあ教えてくれてんだよね。まあある意味親切なのかな。謎のパーツを手に入れた。でもね、思い込みがそういうのを植え付けられちゃうと、本当にそういう風な出来事が、まあ、印象に残りやすくなるみたいなあるからね、うん、なんか今心理操作されたメンタリスト。はい、謎のパーツを手に入れたですね。結構今回謎のパーツめっちゃ手に入りますね。はい、謎辞典追加ですね。まあ、今日はもうちょいやっていくか。8問題ね、楽しかったね。まあここなさそうですね。はい、次行きましょう。あ、またやなんかいる。お店開いてるみたいですね。そう、誰もいなかったんだよね。で、ろうそくの問題をやったよね。違う、新しい問題あるんだ。おや、またろうそくがあるね。そうだ、ルーク、今度はこの謎を解いてごらん。おー、新しい謎か。33。あー、だよね。進んでますね。火をつけるのは。はい、問題ですね。箱にマッチが1本だけ残されている。ランプで部屋を明るくし、暖炉に火を灯し温め、さらに水を張った浴槽を沸かして湯に浸かりたい。あー、なるほど。マッチ1本でやるってこと？あー、なるほどね。つける順番ってことかな。これらをみんな確実に実行するためには、一番先にどれに火をつけるべきだろう。あー、なるほどね。順番が大事か。マッチが残ってる。これ引っ掛け問題か。まず、紐とか必要だから、マッチに火つけなきゃいけないよね。一番先にマッチかってことだよね。あ、引っ掛けクイズか。だって紐とはあとないもんね。うん、これだろうな。引っ掛けクイズか。これでどうかな。あ、これですね。はい、いや、真剣に考えるとこだったわ。なるほど、気づけば簡単ですね。はい、正解ですね。マッチである。火のないところに煙は立たない。確かに最初にマッチに火をつけないことには全てが始まらないのだ。確かにね。まあ、マッチの後だったらランプ、暖炉、お風呂なのかな。うん、まあまあ、はい、次行きましょう。そうだね、正解だよ、ルーク。さあ、そろそろお店を出ようか。店員もまだいないようだしね。あー、ベッド手に入った。いいねー。まあ、レイトン教授か。ルークくん、ごめんね、床で寝てて。はい、レイトンの部屋に置きました。まあ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 、部屋作りはもうちょっと家具が集まってからにしましょうかね。はい、おー、かけクイズ楽しいね。うん、とりあえず外に出ろって感じですね。まあとりあえず、ちょっと気になるところですが、結構1時間もやってんだよね。まあ今日は結構謎解き会って感じでね、謎解き結構やったんだよね。まあ今日はここまでにしましょうかね。まあ次の目的は、まあ消えた使用人の一人ですね、ラモンさんを探すって感じですね。はい、で、屋敷を出て、まあ、次はまあ街を探索していくって感じですね。いやー、今日も楽しかったね。いや、シリーズがね、いっぱいあるからね、すごいですね、充実してますね。いや、夏時もなんかね、面白いしね、引っ掛ける感じがうまいというかね。あー、そっちか、マジか、悔しいみたいなね。うん、いや、なんか絶妙なとこついてくんですよね。まあということで、今日はここまでですね。まあよかったらチャンネル登録、高評価お願いします。はい、また会いましょう。ノラでした。